普段しかできなくてモダン獣医でスタートしたのキャラって見た目で選んでええもんです。あなたが何を求めてるかによります。あ、みえさんありがとう。あなたが何を求めてるかによります、ちなみに俺は結構キャラ見た目で選ぶタイプ。見た目プラス強さ、結構見た目無視しない。ただその自分が気に入った見た目のキャラクターが弱いってことはあるわけよ。メーカーとしてはね、みんながその不平、みんなからこの不平不満が出ないようなバランスは無理なんで、かつて一度もそれが、基本的にはその見た目で選んだけど弱いっていう可能性はある。エイタさんが承認欲求強いと思ったことあるよ。いつも思ってるよ。いつも寝る前に3回思ってる。ジェイミーは今あんま強くないと言われてます。ジュリとかの方が強いよ4まで竜はまだ戦えるスペックだった。ほんとね、バージョンによるんだけど、最初の竜は結構まあまあ強かったのよ。まあ諸説あるんだけど、最初の竜、まあでもね、まあそのサガットとゴーキっていうのが、まあその次にルーファスやバイパーで、まあみんな言ってるね。俺は竜が3番目ぐらいかなと思ってたけど、実際はルーファスとかバイパーの方が強いんじゃねえのって言って。で、スーパーの竜はどうなんだろうな。最終的にはどれぐらいだったんだろうな。スーパー、その次のバージョンはガイル、ダルシム、フェイロン、キャミー、まあ当然セスとかよりも弱いだろうし、まあ10番目以内にいたんだろうけど、まあ微妙。てか4はね、まあもちろんこの6よりは全然いいけど、4もねそんなにいい位置にいたわけじゃないよ。5は5ミス、あの最初だけ、最初だけも、まあ最初もね別にって感じ。他にもっと強いキャラいた。 S1 でマックスじゃない、ここ本当にここ10年で竜のマックス叩き出したのは S1 な気がする。最初も結局ケンチュンの2強じゃない。まあ俺はそう思うけど、でもなんかキャミーが実は強かったとか、ミカが強かったとか、まあいろいろ言われてるね。そう、まあ時戸がすげえ勝ってて、それで竜の評価高かったけど、実際の竜の性能は3強にはいなかったよねっていうのが、まあ後からみんなが出した結論というか、まあ感想だね。竜のマックスはストロークデモでしょいや確かに2位だけど、でも考えようによっちゃ下位グループっていう見方もできるからね。上位グループと下位グループに分かれたっていう言い方もできますからね。捉え方よね。ゴーキの髪型、ああ昔の方が好きだね俺も。っていうかそのゴーキって俺の中でサイヤ人みたいな感じで、髪型変わんない生き物だと思ってたから、むちゃくちゃボリュームアップしてた時に、なんか昔波動家の謎みたいなので、ゴーキはもう実体がないみたいな設定だったんだよな。あれはなんか幽霊みたいな扱いだったけど、まあでももう今じゃ普通になんか髪の毛伸びちゃうような人だ、怨念みたいな、そう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 、っていう設定だったのよ。ゲームエースの謎本だからかなり、いやでもあれ一応カプコンに取材してんじゃねえの。トラボコーチしてました、どういうこと。今もたまに散歩。5でライオン、3でちょんまげ、6でまたライオン時系列おかしいよな。てか俺6の号機見てねえわちゃんと。ライオンヘアは可愛いっていう女性配信者結構いたあ、そうなの。ガンネー、いつの竜が一番好み。いやでも6の竜かっこいいと思うけどな、普通に。6と、いやあと3もかっこよかったな。4の鬼はどうだったの。なんかあの殺意系のキャラがさ、すげえ、殺意竜もいて鬼もいて、でそもそも豪気もさ、どっちかっていうとそういう殺意系の設定なわけじゃん。ちょっと多くねって思ったね。ゴーキと鬼って何が違うのっつうか、あれ別人なのかとかさ、ぱっと見ゴーキじゃん。なんかあそこら辺なんかきちんとしてほしかったな。ちゃんと作り込んでくれるんだったら全然気になる設定だけどね、鬼とか。なんか誰なのこれって感じだったから。殺意に飲まれたのは鬼、え、ゴーキがってこと。でもゴーキはもともと殺意じゃん。新ゴーキの再設定みたいなものと解釈してた。あーなるほどね。鬼は和尾さんいなかったらマジで何にもなかったよな。いや確かにそれはあるな。それはほんと空気、そうだよね、空気だったよね、めちゃくちゃ。エイトさんって鬼だっけ。いや、ゴーキだよ。ゴーキだよ。エイトはゴーキだよ。なんで海外でゴーキのこと悪魔っていうの。いや、悪魔っていう名前で出てきたのよ、最初に。スト 2X の時にもう確か悪魔って言ってたけど、スト6って5オートキャラ多くなるのかな。いやー、だってさ、いや、増やせるよね。だって現時点でさ、5にいなかった新キャラってものがいるわけじゃん。JP だったり、アキだったり。で、もともといたキャラ足していったらさ、まあそれは増えちゃうよね。カプ S2 のゴーキとルガールのあれってなんだっけ。あれはね、なんだっけ、オメガルガールと、なんか、神、なんていうのあれ、神の人って書いて、
紙人豪気みたいな。紙んちゅだったら可愛いけど、あいつ使えたら強かったろうな。アミンチュ1年4キャラ増えるって考えると7年続いたら28キャラ増える。鉄拳は初期30キャラ、そんないるんだ。スマブラぐらいキャラ出してほしい気持ちだけど、プロが対策増えても、いやなんかプロのことなんかどうだっていいんだよ。でも単純にさ、俺は別に1ユーザーだったと、そのプロじゃなかったとしても、あんま多いとちょっとこれなんか、わかんねえキャラばっかだなってなっちゃいそうだけど、やっぱ適切なキャラっている、かつキャラ数っていると思うけど、あると思うけどね。一人用ゲームじゃねえから、対戦ゲームだからさ、むしろプロの方がまだいいんじゃねえ。プロじゃない人じゃ困るんじゃない。一戦抜けの嵐になるでしょ。もう知らねえよ、このキャラっつって。キャラ増やすたびにどのキャラか削除してほしい。あ、それはありだよね。でもね、キャラ作るたびにね、お金かかるんですよ。それだから難しいんだよね、メーカーとしては。もう竜削除でしょ？だったら。だったら竜は削除だよね。いや、もういてもしょうがねえだろ、竜は。セブンになったら初期キャラに竜いないかもね。どうなんだろうね。まだ竜で楽しんでる人もいるんですよ。今回のSFを残虐削除してあげた方がむしろいいんじゃん。あれ、だったらさ、なんか、ケントのさ、友情、だから SS3 の時にさ、出てくりゃいいんじゃない？羽交い締め役として。逃がさんっつって。でそこをケンがタコ流れにするっていう。それが CA。SS3 は、新竜烈破なんだけど、CA だと竜がどっかからともなくやってきて、逃がさんっつって。それでよくない？もう。親子カメハメハみたいな。ああ、確かに。じゃあ最後、じゃあ波動拳打とっか。一緒に。最後の波動拳一緒に打っていい？ランチアタックってシステム。ランチアタックのさ、ランチって何なの意味。いや、ランチアタックよ。ランチアタックのランチって何？ロケットランチャーとかのランチ。なるほど。発射って意味なんだ。竜発射。あ、いいね。ガエルの CA はじゃあ竜発射にする？ガエルがバズーカ構えて、ドーンっつって竜が。頭突き。だいぶ減るよ。だいぶ減る。辛く。あ、ゴリゴリのゴリは竜使いだからね。竜じゃなくてもいいやん。いや、めちゃくちゃ鍛えてるからさ、竜って。竜のがいいじゃん。なんか他にないかな？他のやつのさ、CA で参戦でいいんじゃない？今んとこ、剣とガイルは呼べることが分かった。マノンと踊る。ああ、思いついた。ボスキャラで最強の竜を出す。いや、確かにそれは超見たいかも。めちゃめちゃ強い竜さ、使えなくてもいいから見たいよね。リリー見て思ったんだけど、なんで竜の集中あれくらい強くない？まあ、竜の集中あれくらい強かったら、俺はどうかと思うっていうか、まあ、竜はキャラとして強くなるけど、まあ、ジェイミーの酒にしてもさ、リリーの風にしても、あんま強すぎるのどうかと思うけどね。風波ぐらいがちょうどいいと思うわ。風波良くない？俺風波すげえいいなと思うんだよな。自分はジュリ使わないけど、なんかその生成と発射のバランスがすげえいいと思うんだよね、風波って。秋の見た目どうですか？ああ、嫌いじゃないよ。うん、リスクとご褒美のバランスいいよね。うん。ジュリぐらいがさ、俺なんか、ジュリが強いってなんか全然よくね？まっとうだよね。あれぐらいのキャラが一番強いとかでちょうどいいと思うけどな。攻略手上もあるし。集中でゲージ回復？いや、ゲージ回復は別に前歩きゃいいから意味ないよ。どれぐらい回復するからによるな。2本とか。剣が運べなかったらキャラ回数でしょ。するよ。いや、だから強いキャラは絶対使うよ。絶対に強いキャラを使うし。竜はまともだけど、弱いから使わねえよ。そしてどんなゲームになるか、俺はこのゲームやるよ。大前提の話です。